こんにちは、カタルエンジンです。今回は畑のね、モグラ対策をやっていきます。ちょっとね、じゃがいもとか作っているんですが、畑の中をね、モグラがこう穴を掘りまくるんですよね。で、みかんの苗木も大事に育てているんですが、こっちにも来てます。こんな感じでね、畑の端っこの方にモグラの穴をきれいに掘り返します。で、やっつける方法は自動車のね、発煙筒、これを使っていきます。これも使用期限がね、切れた廃棄するやつなんで、遠慮なく使っていきます。で、頭をね、こすると火がつきます。で、これを穴に突っ込んで、で、土をこうかぶせて、穴の中にその煙をね、充満させて、で、まあ、モグラね、すぐそこにいないと、まあ、死んだりはしないとは思うんですが、多分これで嫌がってね、来なくなると思うんです。これでね、しばらく様子を見ます。5分ぐらい燃焼しますね、この発煙筒。はい、最後ね、ゴミを片付けして帰ります。